どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、なんとマリオットボンボイホテルにステータスマッチが来ました。こちらについてね、解説やっていきたいと思います。ステータスマッチって何ですかってね、思われる方も中にはねいらっしゃるかと思いますので、まずステータスマッチについてね解説していきたいと思うんですけども、今回はマリオットボンボイホテルがステータスマッチをね行ってるわけなんですけども、ヒルトンありますよね。ヒルトングループ、まあ、ヒルトンのね上級会員のステータスを持っていて、マリオットボンボイのステータスを持ってない場合、ヒルトンのステータスを持ってますんで、マリオットボンボイで一定期間上級会員の資格をくれませんかみたいな、こういうのがステータスマッチっていうので、これをまあ申請してですね、マリオットボンボイから OK ですよって出た場合には、マリオットボンボイのねステータスがまあ一時的にもらえるっていうのがステータスマッチっていうふうに個人的には思ってるわけなんですけども、今回行われているのも今回はまさにこういう感じでですね、ステータスマッチを行えばですね、マリオットボンボイホテルのプラチナステータスねもらうことができるわけなんですよね。これかなりすごいですよね。またですね、今回このステータスマッチで得たマリオットボンボイのステータスは一時的にね付与されるわけなんですけども、条件を満たせばですね一定期間延長することができるということですので、しばらくの間ですねプラチナステータスね維持することができるんですよね。すごいですよね。ということでね、マリオットボンボイホテルのステータスマッチね解説やっていきたいと思います。またね、マリオットボンボイホテルにはプラチナチャレンジっていうねプラチナになれる方法があるんですけども、それについてはですね別の動画出しておりますんで、そちらね見ていただけたらなっていうふうに思います。ではね、今回のステータスマッチの詳細ですね、現時点では実施期間っていうのは決められてなくてですね、すぐ終わるかもしれないですし、しばらくね継続するかもしれません。ですけども、始まったのはまだ最近でそんなに経ってないので、そんなにすぐ終わるとはね思えないんですけども、まあちょっとね記載されてないので、もしねステータスマッチね行いたいという方はちょっと早めにね利用した方がいいかもしれないですね。次にですね、プラチナステータスの体験期間と条件ですね。まずね、ステータスマッチを行ってですね承認されたらですね90日間の間ステータスを維持することができます。またこの90日以内にですね15日の宿泊を有償で行った場合、2022年の2月までプラチナね維持することができます。またあまりね需要がないかもしれないんですけども、 SPG アメックスありますよね、あちらを保有することでなれるマリオットボンボイのゴールドステータス、こちらにもですねなることができまして、こちらに関してはステータスマッチで登録申請後90日以内に5日間ね宿泊することでゴールドステータスねなることができます。次にですね、プラチナステータスにステータスマッチできるねホテルステータスの条件ですね解説していきます。ヒルトンに関してはゴールドかダイヤモンド、ハイアットに関してはグローバーリスト、 IHG に関してはプラチナかスパイア、アコーホテルに関してはプラチナ以上ということで、以上のねホテルステータスがね必要っていう風になっております。では実際のね申請方法をね見ていきたいと思うんですけども、可能であればですね Google Chrome で開くとですね幾分か日本語でね表示翻訳してくれるので申請楽かなという風に思いますので、ぜひね利用してみてください。でこちらのステータスマッチについての公式サイトはですね概要欄に入れておりますので、概要欄ね見ていただけたらなという風に思います。アクセスしていただくとホテルプログラムと会員ステータスね選択するところがありますんで、そちらね選択していただいて、その後に過去12ヶ月の滞在アップロードする必要があります。こちらスクリーンショットでね OK っていう風になってるんですけども、住所等々の個人情報が入っている場合は非表示にしてくださいっていうね注意書きがありますんで、そちらね伏せて送るようにしておきましょう。でですね、送っていただくわけなんですけども、この今回ねステータスマッチに関してどのぐらいのね滞在が必要とかそういう情報はね書かれておりませんので、0日滞在で申請が通るかどうか、この点についてもねちょっと分かりませんので、ひとまずね申請してみるしかないっていう感じになります。それでは今回のステータスマッチについての注意事項をね解説していきたいなというふうに思うんですけども、ステータスマッチ自体は一度っきりしかね利用することができません。ですので登録してね申請が降りた後ね90日間に一定の期間宿泊するとプラチナね維持できるわけなんですけども、これに関しても1回しか利用することができませんので、宿泊予定が立ってからね申請するようにしてください。
ですけども、宿泊するねギリギリに申請してしまうとですね、それはそれでね間に合わないかもしれませんので、その点についてはね気をつけていただくとしか言いようがありませんので、早すぎず遅すぎずぐらいにですね申請を行うようにしてください。また期間中の90日に有償15日でね宿泊すると、今回のこのプレチナステータスね維持できるわけなんですけども、期限が決まっておりまして、2022年の2月までというふうになっておりますので、この点はね覚えておくようにしてください。また普通のプラチナチャレンジをですね2021年に予定されている方は、どっちがいいかね検討する必要があります。2021年にプラチナチャレンジを行った場合、期限はですね2023年までというふうになりますんで、まあ、今回のステータスマッチがいいかですね、プラチナチャレンジがいいかですね、そちらはご自身でね決めていただいて、ステータスがね維持できる期間が異なりますんで、この点はね覚えておくようにしてください。先ほども言いましたけども、申請が通るかどうかっていうのはね全然分かりませんので、この点はねご了承いただければなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボイホテルのステータスマッチということで解説させていただきましたけども、個人的にはですねかなり羨ましいですね。というのも今回ね必要なステータスについてはですね、ヒルトンのゴールドであったりとか IHG のスパイアとかねプラチナとかが必要なわけなんですけども、ヒルトンのゴールドに関しては2020年6月30日にね新規発行終了したですねヒルトンビザゴールドクレジットカード、こちらを保有しているとですねヒルトンのゴールドね持つことができたわけなんですよね。ということですね、今現時点でこちらね持たれている方は今回のステータスマッチねチャレンジすることができますし、またね昨年ね SFC 修行とかされた方、まあ私も昨年ねダイヤモンド修行したわけなんですけども、そういう方はですね2020年の3月ぐらいにねあったキャンペーンなんですけども、 ANA と IHG はですね提携組んでおりますので、ステータスマッチでそこで行われてたわけなんですよね。私も ANA のねダイヤモンドを取りまして、今現時でね IHG のスパイア保有しているわけなんですけども、まあそういう感じで IHG のねステータス持たれている方もいらっしゃると思いますんで、そういう方もね今回このステータスマッチねチャレンジすることができますんで、かなりいいですよね。これでねマリオットボンボホテルのプラチナステータス維持できるということですんで、かなりね羨ましいですねでまた現時点で、ね、プラチナチャレンジとステータスマッチねどっちがおすすめかっていう風にね思われてる方いらっしゃると思うんですけども、今回ねステータスマッチにはホテルステータスがね必要っていう風になるわけなんですけども、ステータスマッチに必要なねホテルステータスを持たれている方は間違いなくステータスマッチです。というのもステータスマッチ自体は90日間で15日ね有償で宿泊する必要があるわけなんですけども、ステータスマッチを行っておりますんで、この15日に関してももちろんプラチナステータスなわけなんですよね。ということなんでプラチナステータスの特典である朝食であったりとかラウンジとかですね、こういうのももちろん利用することができるわけなんですよね。ですけどもプラチナチャレンジについてはチャレンジ中ということですんで、16泊必要なわけですけども、この16泊に関してはゴールドステータスでね利用するっていう風になりますんで、そうなってくるとですねやはり15日間ねプラチナステータスで宿泊できるのであればステータスマッチの方がですねおすすめっていう風になっております。ぜひね各ホテルグループのステータスね保有されている方はですね、今回マリオットボンボイですねステータスマッチ行われておりますんで、ぜひねチャレンジしてみていただきたいなっていうふうに思います。いや本当にですねヒルトンビザゴールドクレジットカード2020年6月30日だったかな、新規終了したわけなんですけども、ここでね発行した方かなりねラッキーだったのではないのかなっていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテルのことなんかね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。